どうも、白石秀です。今日はですね、僕のギター、20年ぐらい使っているんですけども、この長年使用したせいで木のね、縮みがありまして、バインディングが剥がれちゃいました。バインディングってここね、気にしてなかったんですけど、本当結構本格的に、剥がれてきたので、今日はそれを自分で直していきたいと思います。ちょっとね、サイトで調べて、適したボンドを見つけてきたので、私購入いたしました。今回使う接着剤はこちら、タイトボンド3でございます。タイトボンド3でございます。これはね、非常にね、木にも優しくてですね、いいものだと聞いておりますので、これを使っていきたいと思います。でね、なんか僕マーティン使ってるんですけど、キヨさんはこういう現象が起こりにくいらしいです。なぜかマーティンが多いらしいです。ではね、接着していきたいと思います。ここで一つ真似してほしくないことがあります。これ僕固定のためにガムテープを使います。はい、こんなことは絶対やめてください。はい、養生テープでお願いします。僕はもう養生テープ言えなかったので、これを使います。はいはい、行きましょう。どれぐらいつけていいかとか全然わかんないよね。こういう色のものです。はい、じゃあやっていきたいと思います。はい、はい、どんどんいきましょう。どれぐらいくっつけるんだ。あー、なるほど、結構出ます。はいはい、なんかはみ出ちゃった分はまあ後でヘラかなんかで取っちゃえばいいと思うんで、まあまあ つけちゃいます。はい、でここからこんな感じかな。はい、結構はめてしまう。で僕は絶対ダメですよ、これ。跡が絶対つくんでね、僕はもう別に顔ついちゃっていいやって思ってるんで、だって修理したんだもんっていうタイプの人間です。はい、これでしっかり固定していきます。さすがにでもあんまりね、あんまりくっついてほしくもないんでね、3箇所ぐらいにしよう。 3箇所くっつけたらいいでしょうね。3箇所くっつけます。ここも終わりかし、はい、割にね、割にくっつけないとダメかもしれないですやっぱり。しっかりくっつけていきます。これ絶対マジで養生テープだわ、こんなんじゃ絶対後つきますね。うわ、はい、僕みたいなことやめてくださいね、皆さん。よいしょ、これでどれぐらい置くんだろうな。はい、一応これでいけるとは思います。はいはい、これで様子を見たいと思います。ボンドをつけてから約2日経ちました。昨日本当は外す予定だったんですが、疲れて寝ちゃったので、ずっとガムテープがギターに貼り付いています。剥がすのが怖いです。やっていきたいと思います。皆さん本当に養生テープでやってくださいよ。ギターを取ってきます。ギターにガムテープは絶対のの。さあ、剥がしていきましょう。まあもうね、だいぶ20年選手なんで、別に多少塗装が剥がれてもここはいいんですよ。うわ、ここに
ここにボンドの跡がついています。これは後でヘラかなんかで取りましょうね。はい、僕みたいな雑な仕事するとこうなります。はい、ここもいっぱい全部ついてます。はい、でもしっかりここはついてるな。OK、 まあいいんじゃないですか。ついてるんで、ここ綺麗についてます。治りました。はい、全然わかんない、治りました。あ、でもちょっとここは見て、まあ、ほぼほぼ大丈夫ですね。で、この温度もこうすれば取れちゃうので、ね、はい、ここが綺麗にくっつきました。でもなるべく楽器屋さんに頼んでください。リペアショップでやった方が無難です。はい、ではまた会いましょう。白石秀則でした。ブン。